はい、こんばんはと。さあ、どうぞ、りましょうかって。今日のご依頼は、砂の腰だめ縛りということで、頑張ってやってみましょう。はい、もう時間がない。とりあえず数打ちゃ当たるでしょう。そこか。結構当たったね、今の、ね、距離で。あっち行ってますか。これでもあれですね、弾終わったらどうしようかな。弾切れ起こしたらね、まあそんな電気でできるあれないですけど。で、砂の種類は何でもいいってことだったんで、とりあえず僕の一番好きなWA。 瞬間移動しますね、皆さん。そこもう一人、もしかして下にいてますかね。おお、イヤホンしてないと足音きついですね。見えてるんですよ、こうやってね、ここでパーンって打ちたいですけどね。足音してますね、下で。うわー、その向こうからやられた。いや、俺だって見えてないんだ、多分お前のこと。そこでしょ。今回は腰ダメなんでね。あ、でもあの上から狙ってきますか、腰ダメで。まあそういう、まだいけるかな。いけるね、あいやいや、ちょっと、そういえばですね、あそこ実は、知ってる人多いかもしれないですけど、こっからね、見えるんですよね。こうやってちょっとこいつだけ見ましょう。ほらほらっていうほどでもないかもしれないですけど、方向までは。くそ、当たれ当たれよ。うざいな、今の弾切れのタイミングはうざいな。今の音読み良かったですね。弾を補充する音が聞こえたんでってね、言って本当に下にいたからかっこよかったですね。おお気持ちいいね。
下で仕掛けてますね、ケース近接で。うほほ、右の方ですか、今のは。はい、まあ腰舐めすのはやっぱ狭いステージなら良かったですけどね、広いステージだとやっぱちょっと厳しかったですね。まあでもまあまあまあちょっと頑張ったんじゃないですかね。1位にはなれないですね、さすがに。狭いステージならショットガン感覚で使えたかもしれないんで分かんないですけど、ということでお疲れ。